箱根駅伝予選会順位予想。はい、もう間もなくね、全日本駅伝もあるんですけども、はい、箱根駅伝の予選会があります。いつあるんですか？10月の23ですね。土曜日。土曜日なんで。の朝ですね。間違いない。で、このルールっていうのはどういうルールですか？だから34分以内で走れる10人揃えた大学が出れます。はい。で、ここが12名まで一応エントリーして走ることできるんですけど、うん、そのうちの上位10名の記録を全部合計します。それで一番短かった方から順位が決まっていって、はい、1位から10位まで。うん、はい。が、はい、本戦、まあ、正月の箱根に出れるということになります。昨年はね、18秒差でしたから、10位と11位の差が、はい。ってことは、普通の駅伝と違って、タイムなんですね、これは。そうです、タイムです。合計タイムです。はい、見どころがまた違う見方になりますね。はい、もうだから、一人早くても、うん、ダメなんですよ、うん、みんなは速くないといけないっていうことですね。そういうことか、はい、作戦があるみたいですね。その集団走のね、集団で行く選手たちと、うん、もう強い選手は自由に走っていい選手とみたいな、うん、そういう役割が分担されるみたいですけど、ちょっと順位を今回予想するんですけど、1位からちょっとね、はい、まあ、安泰組ですね。安泰組ですね。1位から6位までの予想をお願いします。まあ、なるほど。確実から有力候補というかね。まあまあそうですね、はい、確かに確かに。じゃあ吉井からいきましょうか。吉井から、はい、いきます。はい、こちらです。ドン。1位明治大学、2位中央大学、3位拓殖大学、4位法政大学、5位日体大、6位中央学院大学。なるほど。はい、という感じになりました。これね、中央学院が結構低いと思うんですよ、多分皆さんの予想。わかんないですけどね、ちょっとエース級の武川くんが出れないんですよ。出れない、ね、怪我なのか調子なのかわかんないですけど、松島くんね、まあ、エントリーしなかったってことですか、ね、そうなんですよ、うん、武川くん松島くんが出れないっていうところはかなり響くんですよね。やっぱもう大エースに近いんで。なるほど。1位予想の明治とかはもうほぼほぼ主力が出れますし、うん、はいはいはい、で中央大学もほぼほぼ出れるんですよ、うん、でもう拓殖もね調子いいですし、なるほど、うん、法政も調子いいで、はい、もう日体大も調子いいという感じで、ここはもう安泰ではあると思います。なるほど、ね、中央学院もね、武川君が出れないといっても、うん、やっぱ層は厚いですし、うん、吉田玲志君とかね、うん、堀田君とか1年生も強いですから、うん、はいはいはい、こんな感じに。なるほどね。安泰っていう感じですね。安泰ロッキー。じゃあ安泰のこの6大学、はい、どんくらい被ってるのかな。どうちゃんの方見ますか。はい、僕いきます、はい、僕はこちらです。ドン。1位中央学院大学、2位明治大学、ほうほう、3位中央大学、4位法政大学、5位拓殖大学、6位日本大学と。お、まあ、6位僕日本大学だからね。ヨッシーから行くと、うん、日体大が入ってないんですね。全然違うぞ、はい、これだから見比べたら日大と日体大がこう入れ替わってるような。ただ順番がガチャガチャ、ね、順番はガチャガチャですね、うん、まあ、僕はこういう風にちょっとインスピレーションも含めて思いました、はいはいはい。まあ、中央学院はやっぱりね、うん、去年の悔しさと人一倍強いと思うんですよ、うん、確かに武川選手、うん、松島選手強力な2枚いないんですけど、うん、まあ、あのこの予選会に関して言えば、うん、はい、でもやっぱ栗原くんいるし、まあね、堀田くん、うん、吉田玲志くん、うん、いますし、うん、でトラックシーズンはね、多分めちゃくちゃ好調強かったと思うんですよ。強かった、はい、うん、強かったと思うんですよ、うん、好調すぎたと思うんです、うん、だから僕中央学院がやっぱり去年のことをバネにしてね、うん、行くんじゃないかということ、まあ、言うても早いんじゃないかということですね、うん、で2位は明治、はい、逆にちょっと余裕な走りで2位に明治になるんじゃないかと思ってます、うん、まあ、鈴木くん手島くんもいますし、うん、短距離速い選手もいっぱいいるんですよね、うん、だけどやっぱりこう余裕で僕通過すると思うんですよ。そうですね、明治、中央学院、中央、この3つは、うん、でも明治大学はまあ余裕で走って2位ぐらいになるんじゃないか、まあ、ダントツ1位にはならないんじゃないかと。なるほど、まあ、そういうふうに言われてますけど、うん、はい、ということです、はい、はい、で3位は中央大学、うん、まあ、ここもね、うん、千森くんあたりが出ないんですね。そうですね、確かに出ないよね、うん、そうです、はい、だから吉井くん頼みになると思うんですけど、うん、去年吉井くんここで10位になってるんです、個人、うん、個人順位が外国人も入れて10位で帰ってきてるんです。めちゃくちゃ良かったです、めちゃくちゃ良かったです、うん、ですからその走りが出れば3位はあるんじゃないかと、うん、まあ、森永也選手もいますし、うん、そうも熱いですもんね、まあ、そうも熱いです、うん、ここまではね、うん、皆さんと思ってること一緒かな、まあ、1位から3位はね、うん、多いと思う、うん、まあ、吉井は6位にしてるんだけど、ね、だいぶ下げちゃいました、はい、だいぶ下げちゃいましたけど、うん、で僕は4位に法政、はい、やっぱ大エース鎌田くん、うん、やっぱハーフでも優勝するぐらいですから本物ですよ、うん、強いですね、はい、やっぱりこれに続けてばかりの選手もいっぱいいますし、うん、まあ、小泉くんとかね、うん、細迫くんとかいますから、川原くんとかもね、まあ、川原くんとかいますから、うん、まあ、そういう意味では法政はまあ安泰と、はい、で拓殖はね、もうこれは本当1枚のエースでもう乗り越えるんじゃないかと、はいはい、もうラジに行くんですよね、
まあ、1万メートルの学生チャンピオンですから、チャンピオンというか1番のタイム出してますから、うんうんうん、もう拓殖大学からこのラジネ君がいる限り、去年もこの予選会1位でしたから、うん、個人でですから、このラジネ君いる限り僕行くんじゃないかと。今回も1位の可能性高いですよね、個人ではね、うんうん、ありますよね、うん、で僕は6位に日本大学にしました。マジ、はい、まああのね、日本大学去年悔しい思いしてるんですよ。で、まあ、日本大学ね、10年前見てください、うん、もうほぼ常連でしたよ。そうですね、はい、うん、まあ、そういうチームがね、やっぱ急に弱くなるってことはね、あんまり考えられないんですね、うんうん、で確かに今期のトラックシーズンを見ても、うん、樋口くんとかね、いい記録出しましたし、うんうん、あとやっぱドゥング選手いますよ、まあね、去年の予選会悪かったんですよ、うん、でも今年はやるんじゃないかと、うん、でこの2人がやった場合は6位ぐらい入ってくるんじゃないかと。ただ松岡くんが入ってないですからね、まあ、松岡くんいませんよね。そうなんですよ、うん、ただ5番目、うん、6番手ぐらいの選手、うん、強いじゃないですか日本大学のやっぱ持ちタイム、まあね、ちょっと松岡くん不在が僕は引っかかってて、まあまあ痛いね、入ってないんですよね、まあ、痛い中痛い痛い、うん、なるほどね、まあ、そういう感じ。わかりました。うん、次もですね、7位から12位を聞きたいんですけど、ね、7位から12位、はい、だからまあ言ったらさっき言ったように11位と12位のチームは落ちるってことですからね。そういうことですね。それも含めてちょっと書いてほしいんで、申し訳ないですね、ちょっと本当ですね、申し訳ない。はい、それではですね、はい、先ほど6位まで予想してもらいましたけども、はいはい、7位から12位までもうね、11位と12位に関してちょっと隠してほしいぐらい。まあ確かにね、本当はバンと出ちゃいます、バンと出ちゃいます、はい、いきます。じゃあよし、お願いします。はい、こちらです。ドン。7位国士舘大学、うん、8位駿河台大学、9位山梨学院大学、10位に城西大学、そして11位に神奈川大学、12位に日本大学。なるほど。まず神奈川大学と日大の方に謝ってください。すいません。いやもうただの予想ですから。まあまあそうですね、全然ね、上位に、エンタメ感覚でぜひ見てください。これ反面教師に頑張ってください。反面教師っていうの、それは違うから。反面教師にするほどのものじゃないんで。いやいや、わからないじゃん、影響力は。そうですか。じゃあ、7位の国士舘大学、はいはい、こちらね、主力メンバー結構出れますね、はいはいはい、あとライモイ・ヴィンセント選手がいますので、うん、この選手もやっぱ上位争いね、1、うん、2、3位争いすると思います、はいはいはい、で他の選手も、まあ、層は結構厚いと思いますよ、うん、そうね、はい、で7位にしたいと思います、はい、で駿河台大学です、はい、この大学は、うん、あの全日本の予選会すごい良かったんですよ ね、 よかったね、ギリギリ入れなかったんですけど、うん、8位だったんですよね、うん、まあこの10位台に予想してる人ちょっと少ないのかな、うん、どうなのか、うん、意外な大学かもしれないですけど、まあ、ブヌカ選手いたりとか、うん、他の選手も調子が悪い選手もそんなにいなくて、うん、ほとんどエントリーできてるんですよね、うん、なので8位にしたいと思います、うん、はい、で9位が山梨学院大学、うん、はい、こちらはやっぱりあの外国人選手もいますんで、うん、オニエゴ選手とムラー選手いるんですけど、うん、まあ、どっちが出てくるかちょっと分かんないです、うん、ね、どっちも調子が悪くはないので、はいはい、であと松倉選手、木山選手もいますので調子がいいです、うん、なので入ってくるんじゃないかなと思っております、はいはい、で10位の城西大学、うん、ここはね、うん、僕はね箱根で見たいんですよ。なるほどね、城西大、ありがとうございます、うん、はい、やっぱ山がいるじゃないですか、うん、しっかりいます ね、 ね、山本くんと野村くん、うん、ありがとうございます。この2年生コンビがね、いいね、いいですね、うん、でまあ砂岡くんと大エースもいますし、うん、はい、うん、宮下くんも強いですから、うん、まあ、城西大はねギリギリ入れるんじゃないかと僕は勝手に予想しております、うん、はい、はい、で11位の神奈川大学なんですけど、うん、こちらはねもうエース級が2人出れないんですよ。もう分かる俺これでしょ、うん、野見村くん川口くんが出れないんで、うん、もうかなり厳しいですよね、うん、正直。なるほどね、もともとは僕入れてたんですよ、うん、10位以内に。けど今日のエントリーを見てまさかのエース級2人が入ってなかったんで、うん、ちょっと厳しい戦いになると。11位ですからね。そうなんです、だからボーダーで、うん、まあ、まあでも他の選手は結構頑張るってことよね、うん、まあそうなんですけどね、うん、という感じです、はい、で12位の日大は、日大なんですけど、どんちゃんの6位じゃん。僕は6位、6位ですよね、うん、だから松岡君がキーポイントじゃない。そうなんですよ、松岡君がやっぱ出れてないのと、はい、まあ、ドゥング選手が、うん、まあ、どのぐらい去年よりいいタイムを出すのかとか、そこにもよるんですけど、うん、まあ、樋口くんも強いです、うん、ただね、層がそこまで僕はあんま熱くないのかなと思ってて、ね、うん、で去年もね18位とかだったでしょ、ね、はい、そう、惜しくもなかったんですよ、うん、去年もね、うん、でそこから3本柱が、ね、強くなって、ドゥング選手、松岡くん、うん、樋口くんが強くなって、うん、松岡くんいないのか今回っていう、うん、なるほどね、うん、ところでちょっと順位にさせてもらいました。すいません、はい、はい、いやでもね、先ほどの話でいくと神奈川大学エースが2枚いないけど、うん、11位ってことはギリギリボーダーで入る可能性あるってことだね。そうなんですよ、うん、ハーフの持ちタイムとかいいんですよね、うんうん、まあみんなのね、そうそうそう、うん、分かる分かる、去年も走ってる選手も多いんで、なるほど、うん、はい、分かりました。じゃあ、うん、どうちゃんのね、はい、7位から12位の大学お願いします。はい、僕はこちらです。ドン。山梨学院大学、うん、駿河大学が8位ですね。おで9位が城西大学、10位が日体大学、うん、
で11位が国士舘大学、12位が専修大学ということにしました。なるほど、はい、ここもね、まずですよ、まあ、国士舘と専修大学の関係者の方に謝ってください、はい、まあ、まず申し訳ございません。まあそれ以下も申し訳ございません。まあまあそうですね、そうですね、入ってないんですけど、ね、それ以下もね、まあありえるんですよ。まあまあね、うん、エンタメ感覚で見てもらったら、ね、ありえるんです。全然ありえますから、ありえます、はい、あのいつも見てたら何でもありえます。しかしちょっと予想ですから、はい、こういう風にさせてもらいました、はい、まず7位の山梨学院、まあ、先ほど言ったように、はい、あのポール・オニエゴ選手、はい、まあ、箱根でも区間賞取るぐらいの実力です、うん、松倉選手もまあ調子いいと聞いてます、うん、でやっぱり、全員のね、まあ、12人揃えた時の強さが平均的なタイムが、うん、やっぱいいですね、うん、はい、で去年も危なかったんですけど、うん、まあ、しっかり予選会には合わせてくるんじゃないかと思っております、はい、うん、で8位の敦賀台大学、まあ、徳本監督ですよ。まずここのファン目線があります、はいはいはい、で先ほど言ったように、あの吉井言ったように、全日本大学予選の8位っていう、もうギリギリね入れなかったというところ、まあ、12人をねあれ目標にしてたんですよ、うん、で8位でしたから、大健闘でしたね、大健闘だったんです、うん、だから選手もね、なんか自信つけたんじゃないかなと思います、うん、ほうほう、だから一気にもうね、去年が確か15位ぐらいだったかな、うんうん、一気に8位まで僕来る大学だと思ってます。一緒っすね、はい、うん、一緒ですね、うん、で9位が城西大学、まあこれは一押しの僕の大学です。知ってる人も多いと思いますけども、うん、はい、やっぱりね、強いね、菊池選手とか、うんうん、あと菅原選手とかいなくなったんで、はい、どうなのかみたいなのが多いですけど、うんうん、やっぱ僕の中では砂岡選手とか、うん、野村選手、本選手、あと山中選手とか、うん、宮下選手とかね、うん、宮下キャプテン揃ってるんですよ、意外と、うんうん、箱根も走れるんですよ、うん、だから落ちないだろうと、まあ、推しのね理由もありますけど、うん、まあ、そういうことで9位にしてさせてもらいました。箱根で見たいっす、見たいですね、ね、やっぱ常連ですから、うん、はい、で、10位は日体大学と、ーボーダーにね、はい、ボーダーにしました。もうね余裕でいくんじゃないかというところ多いと思います、うんうん、言う人もね、うん、僕はあの藤本くん、はいはい、はやっぱさすがに走ってくるとは思うんですけど、うんうん、藤本君、あと大畑君かな、うんうん、この2人が走ると思うんです。それ以外の人がね、うん、ちょっと厳しいんじゃないかと思ってます。お、まあだから、10位以内に2人入る可能性はあれども、うん、200番300段の選手も多いんじゃないかと、あ、いうふうに思って、まあ、去年のね言わしてもらえば、うん、筑波大学のようなイメージですね、うん、上位に2人いるけど下位の方に 3,4 人いるというようなイメージですね。それで通過できませんでした。でも通過ですね、はいはい、でも日体大はやっぱりね、うん、見たいんです僕は。あ、なるほど、はい、藤本君も見たいです。見たいですね、うん、ファン目線ですね。じゃあファン目線もあります。なるほど、はい、で11位はすいません、国士舘大学です。ボーダーで落ちると、吉井はねクリアすると。7位ですよ。7位ですよね。あ、まあ、ライモイ君がね最後のね年なんで。そうですね、ヴィンセント対決をするなら最後の年なんですよ、うん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 、だから出てはもちろん欲しいんですけども、やっぱり一番エース頼みみたいなところはあるんで、うん、全日本もね行けるかもしれないって言われてて結構下だったんで、うん、まあ、弱いところがあるとは言いませんけど、うん、やっぱあの緊張もだいぶするんじゃないかなと思うんで。そして12位は専修大学、はい、まあ、ダンカン・キサイサっていう、うん、あの留学生取りましたし、取りましたね、ただね日本のエース木村くんが出ないんですよ。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だからこの位置も結構大健闘なんです。僕12位っていうのも専修大学、去年はやっぱ木村くん頑張っての10位ですからね。去年はでも出たんですよ、うん、箱根駅伝本戦、うん、10位ギリギリで、うん、でも専修大学はねやっぱり今回はちょっと申し訳ないですけど、うん、木村くんいないということで、うん、落ちてしまうんじゃないかと思います。久久選手が、うん、そのなんか長い距離がそこまでまだ分かんないですよね。まだ分かんないんですよ全く、うん、全く見えないんですよ、ね、1万メートルのタイムもそんな伸びてないですしね、うん、宮古王子もね、うん、まあ良かったとはいえ1区じゃないし、うん、まあ、そうね、まあ、まあ全然未知なんですよ。未知なんですよね、はい、でもやっぱロードはいいんじゃないかなと思います、うん、はい、選手大学経験があるということで箱根の、うん、なるほど。であともう一つ言いたいのは神奈川大学入らないということですよね。わあ、やっぱりここにも入ってこない。エース2人がいないから、はい、いないからもうなかなか戦力ダウンですよ、ね、もう野見村君と川口君ってもうなかなかの戦力ダウンですよ、ね、野見村君は去年すごい良かったですからね。1区だし、うん、予選会もすごい良かったですからね。良かったですからね、うん、だからこの2人がいないとなるとねちょっとうまく起動しないんじゃないかと、うん、大吾監督ね、どう考えるか分かりませんけど、うん、まあ、そういう感じで選びました。分かりました、はい、まあですね、これは2人の予想ですから、もうただの予想ですから、うん、どっちかといったらもう神奈川大学僕応援してますので。いや応援してくださいよ、はい、応援してますから、うん、はい、もちろんあの国士舘選手、日大の皆さんも頑張ってください、うん、応援してます、はい、あと皆さんの予想とかも聞きたいですね。そうですね、はい、皆さんもね出しにくいと思いますけど予想してください、ね、うん、出しにくいやろう ね、うん、これだってね順番じゃないもんね駅伝の、ベスト10の予想というより
11時と12時書いてますよね、うん、そうなんですね。この予想っていうのは足しにくいかもしれない、うん、結局ボーダーの予想になってますからね、うん、落ちる大学と受かる大学との、ね、皆さんの予想ぜひコメント欄にお願いします。はい、本日はですね箱根駅伝の予選会順位予想でした。どうもありがとうございました。